来たやっほー。ちょっと今ね、頑張って練習してた。これセリフ覚えるのめっちゃ大変だったいきなりもう言ってるけど、疲れ様。ちょっと待って、そうこれ練習中だからまだダメ。30秒開けないといけないんだよね。ちょっと待って、もう一回練習させて。セリフがね、ひー若干ちょっと衣装なんだよね。ひー、悪態をつく姿も美しいな。ジエット何しに来たんだ、もしかして聞いてたのか。ねえ待って、助けて。あー、もう何十回もやった、何十回も声出してやった。ひぃ、もう無理な気がする。もうやだ。え、もう900、やめて、今日は見ないで、ダメ、やだ、やめて、今日はダメ。そう、もうね、自分なりの解釈ということで。はあ、いやセリフがよ、いや、やりきるはやりきるけどさ、セリフが大丈夫かなっていうね。悪態つく姿難しいな。ジュリエット何時に来たの、もしかして聞いてたのか。綺麗な声に吸い、綺麗な声に引き惚れて吸い寄せられたんだね。ちょっとね、今練習してるところ見ないで待って、心の準備がですから、ちょっと待って。あ、悪態をつく姿も美しいな、ジュリエット。そう、目線を変えながらだよね、これね。ね、待って、みんな見ないで。バイバイ。ちょっと待って、みんな見ない。ねえ、やめて。2000とかやめてほしい。わあ。ちょっと見ないで。ちょっと本当に見ないで。今日はダメだ。今日はダメだ。あ、見ないで。ちょっと今心の準備してるから。悪態をつく姿も美しいな、ジュリエット何時に来た。こういう感じでいいのかな。なんかちょっと難しいな。悪態をつく姿も美しいな、ジュリエット何時に来た、もしかして。あ、ちょっと一回切りたい気分。まだかなって。コメント切っちゃえ、バイバイ。あー、できるかな。ちょっとこれ、待って、本当にダメ。星投げないで、ちょっとダメ、星投げないでああ今コメント消しちゃった。ちょっと後で見るね。できるかな。ちょっとやってみるか。はい。あー待って、緊張するよ。こうで違いわかるかな。よし、やってみるか。よし、いくぞあー待って、あーちょっと待って、ちょっと助けてみんな。あーうーん、そのマッサージ頼まない。違う、このさ、ちょっとテープがなくてねえやめて、なんで今日に限ってそんな見てるの、やめてくれ。ねえちょっと待って、星投げないで。ちょっと落ち着こうと思うちょっとね、心臓がちょっとドキドキしちゃって。
ら やってみるか。悪態をつく姿も美しいな、ジュリエット。何しに来たんだ？もしかして聞いてたのか？綺麗な声に聞き惚れて吸い寄せられたんだ。なんか変だぞお前。変にもなるさ。美しいものを目にすると気が狂いそうになる。わざわざ塀を越えてやってきたのか？あのような高さの塀でどうやってこの気持ちを遮ることができようか。気持ち？うまく言えない。この気持ちはゲーテでさえ言葉に表したりしない。早く言ってくれ。変な期待をしてしまう。きっと期待には応えられる。さっきお前が言っていたことが本当なら。やっぱり聞いてたのか。と、期待には応えられる。さっきお前が言っていたことが本当なら。やっぱり聞いていたのか。間違っちゃった。もうダメだ。セリフ飛んじゃった。もう一回言って大丈夫なのかなこれ 続けるなら大丈夫。待って、でもさ、なんだっけ、どこまで行ったんだっけ。うまく言えない。なんだっけなんだっけ。アンコール。待って、じゃあなんかね、セリフが思い出せなくなっちゃった。なあ、早く言ってくれ。変な期待をしてしまう。きっと期待には応えられる。さっきお前が言っていたことが本当。さっきお前が言っていたことが本当なら。やっぱり聞いてたのか。やっぱり。その次が思い出せない。きっとうまく言えない。待って、わかんない。やっぱり聞いて。助けて。やっぱり聞いてたのか。やり直し NG って言われて。待って、思い出す。うまく言えない。助けて。さっきお前が言っていたことが本当なら。やっぱり聞いてたのか。待って、思い出した。ここから続きからやればいいかな。もうこの続きからやってみる。やっぱり聞いてたのか。だからそのお前と同じ気持ちだ。なんだよまどろっこしいな。男なら男らしくちゃんと言え。愛してる。ごめん、もうごめん、聞き取れなかった。愛してる。なんて言ってるんだ。愛してる。もう一回。愛してる。
100万回聞いても信じられそうにない。100万回でも足りなければお前が死ぬ間際まで愛してると言い続けよう。本当に？本当に。カメラ、カメラ、カメラなんてない。早く出せプラカード、そしてテッテレーって言え。ドッキリじゃない、どうか信じてくれ。本気なんだ、あの満月に誓って。月はダメだ、今晩は三日月だ。月はすぐに姿形を変えてしまう。誓うならロミオ、自分自身に信じ、自分自身に誓ってくれ。自分自身に誓って言う。ジュリエット、お前を愛している。私もだ、ロミオ愛してる。あ、もうなんか絶対最後違う気がする。あー、もうダメだあー、噛んだあー、もうダメだ、集中力がダメになっちゃったあー、もう、もうなんか男と女の感じがめちゃくちゃになった。どこだっけ、やっぱり聞いてたのかがダメになっちゃったまずまずだね。わあ、もうめっちゃ緊張したグダグダお疲れ様でした。もうダメだね、出だしいけたんだけど。残念、もうほんとダメだった。とりあえず一旦切った方がいいの？ね、もうほんと演技向いてないと思った。うわー、悔しい、ダメだった。これって一回切った方がいいのかな。一回切る